こんにちは、バスケです。今日はビクセンの R200SS という望遠鏡を開封したいと思います。よろしくお願いします。ビクセンの R200SS という望遠鏡ですが、付属のケースがありませんので、こうしてミカさんのスポーツバッグに入れてます。このスポーツバッグはキャスターもついてますし、あと取っ手もついておりますので、まあ、例えばね、あんまりガタガタするところで運搬するのはあんまり天体望遠鏡に良くないんですけれど、まあ、平坦なところでね、非常に滑らかなキャスターですし、結構使えるかなと思って購入しました。それでは開封します。こんな感じで望遠鏡を入れております。本当はね、この望遠鏡4ヶ月以上前に買っていたもんなんですけれど、まあ、ちょっとね、いろいろ都合もあって、実は今年使うことはもうないと。でも開封動画なんで、あんまり遅くなってもいけないかなと思って、今日まあ遠征には行かないけれど、まあ、ちょっと開けちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。今組み立てた感想なんですけれど、今までね、15センチの反射望遠鏡を、まあ、ビクセンの R150S というのは持っていたんですけれど、それと比べても全く重みとかはちょっと重いのかもしれないですけれど、まあ、ほとんどね、20センチと15センチの間の差っていうものは感じませんでした。やっぱビクセンの鏡筒についているこういうね、キャリングハンドルっていうんですかね、これがやっぱいいですね。こんな感じでスッとパッと乗せれて、キュッと締める。はい、まずは光学的なスペックを見てみましょう。口径20センチ、F 値は4の望遠鏡です。焦点距離は800ミリになりますね。まあ、おそらく説明必要ない方が多いのではないかなと思いますが、まあ、これはニュートン式の反射式望遠鏡で、ここの部分が接眼部になっております。ここから星を覗きます。で、星の光はここから入ってきます。ここから入った光がこっちの主鏡という鏡に反射されて、あとここの内部に射鏡という斜めに設置された鏡があります。そこを反射して光がこうきます。ですので、で横から覗くことになるので、ちょっとね、導入の部分が感覚的には入れにくいっていうデメリットはあるとは思います。逆にメリットになるのは、天頂部を覗いているときに、天頂プリズムとかそういったものを使ってみる必要がないというところですね。この姿勢のまま見ることができます。反射望遠鏡というのはやっぱり色周差がないっていうところが一番のメリットでしょうかね。天体写真にはね、こういう色周差がないっていうところはやっぱり捨てがたいメリットじゃないかなと思います。はい、ここが接眼部ですね。純正では 31.7mm アメリカンピースの接眼部がついております。まあ、ドローチューブ自体はね、太いですので2インチのサイズの接眼レンズも使えると思います。繰り出し量はね、やっぱ反射式なのでそんなに繰り出せないです。1、2、3センチぐらいですかね。ここ固定するネジもあります。固定しても特には接眼部が動かない感じですね。ここを固定するとピントがずれるっていったような、やっぱ粗悪な望遠鏡もあるんで、そういうところはね、注意しないといけないですね。そして私はこのデュアルスピードフォーカサーというのをつけました。製品としてはこれはオプションになるんですが、もともとね、F 値の小さい望遠鏡で天体写真も利用したいなと思ってたので、後からつけるよりは、一番初めからね、買った時からつけていた方が良いかなと思って、これだけは、ね、一番初めにつけておきました。あと気になるバックラッシュですが、これに関してはバックラッシュありません。やっぱね、こういうところが安い海外製のと違って、日本製の信頼できる部分かなと思います。それでは望遠鏡の内部を見てみましょう。青いシールで封印されています。この封印によってユーザーが光軸を調整できないようにしております。もちろん剥がせばできると思うんですが、基本的には光軸が狂わないように、このね、スパイダーが非常に太くなってまして、それでも光軸が狂ったら面倒でもビクセンの本社さんに送ってよっていうことは書いてあるのですが、基本的には信頼できるとは思います。あとこの内側に見えているのが主鏡ですね。20センチの主鏡です。あとはこの主鏡のね、円を見ていただけると分かる通り、主鏡をね、固定する爪の部分の出っ張りが、ほとんど分からない程度になってますので、その出っ張りによる、解析像はあんまりないのかなとは思うんですが、それは写してからのお楽しみっていうことですね。あとは側面を写してみました。側面には、
の遮光管っていう輪っかがね一枚もないので、特にね今映しているように光が側面を反射して、まあ、明光となるっていう可能性はあります。あとね、ドローチューブの繰り出し量にもよるんですが、このドローチューブの部分が明光防止にはなってないのでちょっとピカピカ光ってます。まあ、これがね天体写真にどの程度影響するかわからないですが、まあ、そういったところね気になる人はやっぱり明光防止のスプレーとか塗った方がいいのかもしれないです。まあ、私はね純正は純正のまま使う人なんで多分ここは手は加えないと思います。まあ、今までお伝えしてきた通り、まあ、そういった明光防止の部分では、ね、本格的な方から見たらまだちょっと物足りないところがあるかもしれないですけれど、まあ、基本的には、ね、古くから売り出されていて、まあ、非常に信頼性のある望遠鏡です。去年でしたかね、コレクター PH というフルサイズに対応した補正レンズが発売されまして、まあ、そのレンズがね、まあ、非常に性能がいいという評判も受けまして、まあ、今後ねそういったレンズも買ってフルサイズで撮影していきたいとは思っております。ただねちょっとやっぱり予算上もあるのでコレクター PH は、まあ、今年はちょっと買わないことにしました。いかがでしたでしょうか。まあ、この望遠鏡はね非常にロングセーラーでもあってこれからも売れ続ける商品ではあると思うので、まあ、気になってる人もいっぱいいると思います。で、まあ、コメント欄にねここのとこどういう風になってるのっていうコメントいただければ、まあ、場合によっては映像付きで紹介することもできますので、いろいろ質問をしてみてください。それではありがとうございました。